はい、であとはですね、まあ、そのファイナルの方に向けてというか外部からのサービスになるサービスというかご紹介させていただいている超大型 ICO 案件のアポロンですね、うん、こちらも気になっている方トランザクションの確認が毎回ご質問いただいてできているのかなとか心配だなという方いらっしゃるかもしれないんですが、こちらも最終で集計取って、アポロン側にも皆様がお受け取りになるトークン数の方も調整して、まもなくアポロンも配布が始まってくる予定でございます。ここに関してはちょっとアポロン側のスケジュールなので、こちらで明確にいついつっていうのをちょっと今ここで明確に申し上げられるので恐縮なんですけれども、でこれも再三申し上げてるんですけど、募集時にですね、アドレス、ビットコインアドレス、イーサリアムアドレスをお送りさせて、お申し込みいただいた方にですよ。お申し込みいただいた方にお送りさせていただいて、そこに送金できているという方は基本的にアポロンを受け取れますので、その時にビットコインを送ったのに、もうビットコインもどっか行っちゃったアポロンも受け取れないなんてことは絶対にありませんので、そこをご安心ください。大丈夫です。で、ただ今現状チェックしているところではあるんですけど、やっぱりそのトランザクション ID がなかなかその最後まで確認できてない方も若干いらっしゃるので、そういう方はまた個別でご案内させていただきますのでお待ちください。まあ再三しつこいですけど、そういう方でいらっしゃってもアポロンが受け取れないとかそういったことは全くございませんので、その点ご安心ください。でアポロンに関してなんですけれども、いやいやすぐ受け取って、利確させたい、去年の ICO のブームの時のようにバーンって上がって、その時にバーンって売り切りたいっていう、うん、焦りを感じてらっしゃる方もしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、どっちかってアポロそういった性質のトークンではなく、そのですね、カジノで使われていくっていうのはもうご案内してるところなんですけど、そこを踏まえて段階踏んだプロジェクトってもう企画されていますし、そこもアポロンの方からしっかり皆様にご案内がいくと思い、ご案内って個別のご案内ではなくて、アポロンのプロジェクト、サイトのなりでですね、案内見れると思いますので、焦らないでほしいなと、アポロンのこの間すぐ売らなきゃとかっていうような、なんていうんでしょう、その投機的な、はい、ギャンブル的な ICO とはまた別物かなとは思うので、その点もちょっと、落ち着いてくださいというとなんか言い方があれなんですけど、そこまで心配されることなく、皆さんがこう長期的に中長期的に、はい、利益を作っていただけるようなトークになっているかなというところがありますので、そこの点もぜひご心配なくというところが、分かんないですね。価格に関しては絶対にこうだとかっていうのは、ICO の特性上というかトークンの特性上言えないんですけれども、僕はそう思ってますし、三木屋さんももちろん長期的に本間さん持ってらっしゃるんですよね、はい、申し込まれてて、はい、その三木屋さんに近しいスタッフとかは、スタッフの方だったり講師の方は大体ずっと持ってくるかな、長期的に、長期的にっていうことですよね、なのでそこもあんまりこう、キンキンで動かなきゃってとこもそれほど心配しなくていいのかなっていうところがありますので、アポロン側のアナウンスであったりとかトークンが配られる際のアナウンスをしっかりお待ちいただければなというところが、ございます。